明日11月3日金曜日は文化の日ということで、はい、祝日お休みの方もいらっしゃるかもしれません。明日の天気いかがでしょうか。はい、そうですね、まあ、3連休の初日ということになるんですけれども、明日ねまず天気図をご覧いただきましょうか。広い範囲で見ますと明日もですねこちらにある高気圧の圏内でこの晴れるところが多いかというふうに見られます。はい、一方でこれ、ね、北海道今日2日は天気回復傾向なんですけども、もう明日3日は天気下り坂です。低気圧や前線が接近をしてくるのと、あと等圧線の間隔も狭いです。北日本はですね風も強いというのが特徴となりそうです。うん、でその様子今度は天気変化で見ますと、はい、この東北南部から南のエリアは広く晴れる見込みでして、うん、まあ、日中は、ね、穏やかな天気続いていきます。はい、ただこの東北北部から北海道、これ特に北海道です、うん、前線が、ね、どんどん接近をしてきまして、はい、湿った空気が流れ込むことで雨の降りやすい天気といったエリアが、ね、ちょっと増えそうなんですよね。はい、特に明日の場合は北海道の日本海側や内陸部、また東北の北部もこの日本海側を中心に雨が降りやすくなる見込みでして、まあ、ご旅行などで、ね、北海道方面に行かれるような方、うん、また外出などご予定のある方は雨具ご用意ください。で一方もう一個あるのが、ね、気温なんです。はい、これ明日の予想気温、今度はその晴れるエリアに注目をすると、うん、相変わらず気温高いんですよね。うん、仙台も明日25度夏日を想定しておりますし、まあ、関東から西の太平洋側は今日と同じぐらいの気温が続いて、まあ、日差しの下ではちょっと暑いぐらいになりそうです。うん、朝と昼の気温差も、ね、非常に大きい特徴が続きそうです。はい、このようにね昼間お出かけなどで動いていると汗ばんでしまう、ね、方もいらっしゃるかもしれませんね。服装選びお気をつけください。それではここまでは山口さんに明日のお天気解説していただきました。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリからもご確認いただけます。